皆さんこんにちは。は品川ニュースの時間です。では最初の話題からご覧ください。9月1日新しい園舎が完成した浜川幼稚園で始業式が行われました。楽しく過ごしたいと思います。浜川幼稚園は開園52年となり、建物の老朽化が進んでいたことから令和2年度より改築工事を実施。令和3年8月に園舎・園庭を含め全て新しく生まれ変わりました。幼稚園の機能は1階に集約され、安全で使いやすい構造になっているほか、園庭が独立していて園児が安心して活動できる空間となっています。壁とかも始業式は新型コロナウイルス感染症対策を十分に行った上でクラスごとに実施。式の後はクラスごとに園庭に出て新しい遊具で遊ぶなど、生まれ変わった浜川幼稚園に子どもたちの元気な声があふれていました。新しくなったことで物をもっとさらにきれいに大切に使おう、そんな気持ちを子どもたちには育んでいってほしいなと思いますし、お友達とどうやって仲良く遊ぶのか、大切に使っていくのか、そういったことを遊びの中で学んでいってほしいなと思っています。8月16日から31日まで、荏原第五地区委員会主催による夏休み企画親子で楽しもうエバゴリアルクエストが行われました。消火器がいくつある？どうだよ。このイベントは戸越小学校と法要の森学園の児童生徒と荏原第五地区管内に住む子どもたちを対象に実施。 QR コードラリーをしながら自分が住んでいる地域を知り、親子で夏休みの楽しい思い出を作ってもらうことを目的に開催されました。オッケー。しめじ。ゲーム制作には品川区を中心に ICT を使った事業で活動しているボランティア団体マッシュ&ルームが協力。荏原第五地区管内のふれあい掲示板に貼ってある QR コードをスマートフォンやタブレットで読み取り、荏原第五地区に関するクイズなどのミッションに挑戦していきます。掲示板を見つけるのがちょっとどこにあるのかが迷ったところもあって大変でした。楽しかった。今まで行かないようなところも行ったので楽しかったです。なお9月13日からゲームのクリア数や経験値などに応じて商品が贈られました。ありがとうございました。9月1日区役所で令和4年品川区成人式の第1回実行委員会が行われました。みたいな言い方をしていいかなとも思いました。この実行委員会は成人の日である令和4年1月10日に開催する品川区成人式の式典やイベントなどについて企画・運営することを目的に実施。品川区では毎年新成人が実行委員となり、一生に一度の成人式を開催しています。今年は区内在住の新成人およそ2600人の中から応募のあった9人の委員によって構成されています。はい、一番初めこの日参加した実行委員は8人で、現在アメリカの学校へ通っている学生もオンラインで会議に参加。キャッチコピーや記念品の選定などについて意見を交換しました。聞かないから斬新かもしれないですね。今後は月 1,2 回程度打ち合わせを行い、令和4年1月10日に向けて式典の準備を進めていきます。何言ったのか分かんないから。この後もニュースを続けてお伝えします。9月2日区役所で犯罪被害者支援キャンペーンが行われました。このキャンペーンは
品川区公益社団法人被害者支援都民センター区内4警察署の共催、被害者遺族のメッセージの紹介とともにリーフレットや啓発グッズを配布し、犯罪に遭われた方やそのご家族の相談先などを紹介しました。どうか私どもの活動、警察そして各自治体とですね連携して実施をしておりますので、このような活動が多くの皆様に知れ渡るようにどうぞよろしくお願いをしたいと思います。各警察署と区民相談室では常時相談窓口を開設していますので、ぜひご利用ください。9月3日区役所で令和3年度前期一般監査の結果報告書などを島田代表監査委員をはじめとした監査委員が浜野区長へ提出しました。監査委員は地方自治法に基づき区の事務が正しく行われているかなどについて監査を実施、当日は浜野区長をはじめ桑村副区長や和気副区長、中島教育長などが出席、各監査委員から監査などの結果について報告を受けました。各会計の決算内容、一部さ執行条件、第三管理条件付きで。8月27日と9月3日、9日の3日間、区役所と品川介護福祉専門学校で区職員を対象にした手話体験講座が行われ、延べ76人が受講しました。ありがとう。区は令和3年7月15日に品川区手話言語条例を制定、手話が言語であるという認識のもと手話に対する理解の促進と普及を図り、手話による意思の疎通が図りやすい環境整備を推進しています。これと講師は長年にわたり区の聴覚障害者の福祉向上に取り組み続けている品川区聴覚障害者協会の佐々木さん。区役所で使用する頻度が高い文章表現などについて実践を交えながら講義し、初めて手話を学んだ受講生も見よう見まねで表現していました。挨拶からでも覚えられていたらいいかなと思います。その申請書にお書きくださいとかは業務で使える内容だと思いますので、なんか使っていきたいなと思います。9月6日区役所で品川区廃棄物減量等推進審議会の第11期第1回審議会が開催されました。区民の坂本明子です、よろしくお願いします。この審議会は学識経験者、公募区民など16人で構成され、一般廃棄物の発生の抑制、再利用の促進および廃棄物の適正な処理に関する諮問事項を審議するために設置されています。集団回収いろんなことやってるんですけどね。この日の審議会では委員の委嘱が行われ、会長には横浜国立大学大学院教授の大谷委員が就任ということに、ちょっと工夫がこれから必要なのかなという。その後浜野区長から諮問文が手渡されました。第11期審議会では諮問事項である区民・事業者・行政の共同による持続可能な循環型社会の形成に向けて取り組むべきさらなるごみ減量、資源化の具体的施策についてさまざまな角度から論議を重ね、令和5年6月30日を期限に諮問に対する答申が出される予定です。児童センターでいただいたものです。自分の地域、コミュニティ、家庭と品川区のこの会議との架け橋になるような役割をしていきたいなと思っております。今回のニュースは以上です。この後も品川ホットホットお楽しみください。